トリブバンビール・ビクラム・シャハ・デーブは、ネパール王国の、第八代君主。父は、第七代君主プリトビ・ビール・ビクラム・シャハ。第九代君主マヘンドラは長男。第十代君主ビレンドラ。第十二代君主ギャネンドラは孫。この王の時代より、王の称号は、国王となった。1906年6月30日、プリトビ・ビール・ビクラム・シャハの息子として、カトマンズで生まれた。 1911年12月11日、不王の放御を受けて5歳で即位した。だが、ラナ家の最小が政権を牛耳っており彼は9月に、過ぎず、政治に関心を向けぬ洋酒と女に関心が向く、洋グオ教育を受けさせられた。1950年、ラナ家とネパール会議派との争いの最中、小山や孫を連れて、インドに亡命した。この際、残された孫のギャネンドラが、 ラナ家の最小模範者ムシェルジャンガバハドゥルラナによって国王に即位させられるが周辺国などはこれを認めなかった。翌1951年2月トリブバンはカトマンズに帰還し復位した。これにより104年間にわたったラナ家の政治が終焉した。1955年スイスのチューリヒで病気療養中に放御した。カトマンズのトリブバン国際空港 ラプティケンダーンでウクリ軍の町トリブバン流る、そしてトリブバン大学はトリブバンにちなみ命名された。また、1945年から1955年まで発行されていたネパールルピーのすべての紙幣にトリブバンの肖像が使用されていた。ありがとうございます。